さあ新井さんのとこに、ね、もうすぐそこやってんね、うん、すぐそこもうさ全部すぐそこでミミズ取って、うん、すぐそこで釣って、うん、すぐそこで料理してもらえる、うん、何区え何区何区何区食うと腹減った腹減ったもうそろそろ晩飯のちなみにこの間差し入れでね、うん、休みの日にねあのくれたローストビーフで切って食ったらめっちゃうまかった。ローストビーフ丼でも食う。ローストビーフ丼食っていないね。でローストビーフ丼食って戻って保存入れてきたよっていう。お雨降り始めた。お本当だ。本当やね。うなぎとローストビーフをブツブツ交換だ。あそうね。交換って別にうなぎあげるわけじゃないけど。交渉交渉して。泥抜きしてもらうっていう。もうつくよ。もうつく早い。カブトムシも捕まえれるし。うなぎも料理してもらえるし、うん、ローストビーフ丼もくれるし。新井さん。新井さん。待っとってくんさった。よし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 。だだ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 。もうケンシロウがもう。じゃあ。こんにちは。やばいな。あ、すいません。すごいすごいみんな。そういうシステム。これで死なないんすね。全然死なないです。ただちょっとこれ。泥まみれやけん、使用したがいいかもしれん。一旦洗って。針飲んでます。針飲んでるんですよ、うん。ちょっとこれ釣り横ブランドですから。でかいっすよ。あ、ちょっと大きい。あ、こんにちは。あ、こんにちは。おー、いいサイズや。俺ら釣ってないんすけど。家のあの前で釣れました言ってた。うん、これ、いつも出してるうなぎぐらいですか。ちょっとちっちゃい。あ、ちっちゃいのか。でもほぼ変わんないんすよね。でかいでかい。じゃあそのシステムに家の前であの東の方で、いるんだ。東だ東の方で。これで泳がせましょう。はい。いるんだね。おおすごい。どのくらい泥抜きした方がいいですか。一週間ぐらい。おお元気元気。ちなみに上がってぐらい。大丈夫です。じゃあ、母手にまだ減らします、ね、わかりました。やっぱ黄金だね、お腹が、うん、養殖とは違いますね。養殖は…おー、おーやばい、でかいね。この状態で死なないんだね。全然死なないですね。すごい。これもちゃんとしたうなぎっすよね。一緒ですよね。一緒ですよね。若干ですね、ヒレが長いんですよ。へぇ、天然はこれね、よく見えたけど、こっち見たらちっちゃく見えてしまう。あ、見えるなぁ。じゃあ、ちょっと、気をしてもらって、はい、1週間って話やけど、あえて2日ぐらいで食ってみよう。泥うまいの、泥抜きせずにうまいのか。食べ比べしよっか。食べ比べしよっか。食べ比べ、そうですね。ああ、なるほどね。うん、また釣り寄るかもしれない。戻ってみる。今週からいいと思います。いや、もう本当に良かった。ちなみにね、はい、ケンシロウ。スッポンが結構。へえ。スッポン。キングバイル、卵中。これって水は水道水。あれ水道水。あ、でけえ。うわ、めっちゃ悪いな。スッポン、何年、何ポン、スッポンパレだね。何年も、何年行くから。うわ、可愛い。何年ぐらい。うん。あ、何年、何年。うわ、でかっ。でかっ。うわー、これ噛むんか。うん、うわ、怖い。うわー、怖い、怖い、怖い。あー、噛まれる、噛まれる。別の人に噛まれるよ。噛まれる、噛まれる。うわ、強っ。噛まれたいですか。これ食べるんですか。これ食べると。よし、じゃあちょっと釣り見に戻ろう。はい。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、今回は、ドブ川で獲れたうなぎを料理してもらいます。はい、次行きましょう。一流の味になるのか。いや、綺麗なうなぎやったもんね。ね、ツルンとして。いや、あのクリークさ、激臭やん。さっきも撮ったけど、ね、さっきもちょっとね、あのうなぎの仕掛け確認したけど、みんなでおえーってなるくらい臭かったドブのところで、本格的に料理したらどうなるのかっていう。楽しみですよね。楽しみ楽しみ。2、3日泥抜きはした。そう、3日、ね、3日間泥抜きしあつこでしてもらってるから、うん、どうなるか。こんにちは。こんにちは。すいません、お忙しいところお願いしちゃって。まだちょっと締めとらないですもんね。うん、お湯を泳がせたまま見たい。
まだ泥臭いのかな。どうなんすかね。こいつかな。開けますよ。いる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 。おお、ほんとや。あ、でもなんか黒くなってない？ここに入れると、うん、あ、ほんとや。なんか黒くなってる。あ、でも薄くなる、チャチャな。ケンシロウが、ケンシロウが、ケンシロウ見に行こうかな。おっ、おい。なんでここから来れないの？何をしてんの？なんでここから来ないの？ちょ、座って。で、一回落ち着かんねん、あんた。よいしょ、よいしょ、よいしょ。一回落ち着かんねん。全然止まらない。すげえな。一回落ち着かんねん。よし。足がたがついた。足がたがついた。落ち着くことあると？ついな、ちょっと。おい。ちょっと痛い痛い。尻尾も硬いよ。つくことあると？優しい。うなぎ3つと食べたい人はローストビーフ丼なの。ローストビーフ、ローストビーフ仕込んだばっかり。おお、絶対うまい。これはこの子が、うん、でも色変わったね。うん、確かに。ったやつ、ね、もうちょっと黄色かったですもんね。うん、臭いだろうな。うわぁ、全然、おいしそう。じゃあこれ食べたいな、俺は。これから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12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 
きて、そうなんです。そうなんです。今ですね、炭を起こしてます。すいません。どうぞ。あ、じゃあ見せてもらおう。お邪魔します。お邪魔します。ちょっと炭を、すごいすごい。この炭でローストビーフも作ってるんですか。そうです。で、どこに置くんですか。こあそこですね。それじゃあバスターソード、はい、見てください。バスターソードマテリアーナオバスターソードかっこよかった。今日はちょっと回復のマテリアーケアル使えるんすか。ケアルでなかなか伝わりにくい。俺は分かったけどちょっとやんな。ゆうさん、この包丁欲しくなったよ。いや、欲しくなったよ。でもうなぎさばくときしか使えんけどね。いや、分からない。職人って感じだな。見た目から想像できないよく言われます。洋食からですよ。洋食、あの、ピンピンした。あ、モナイトがまだ買ってる。ちょっと買いました。おお、簡単にしてるけどこれめちゃくちゃ難しいけん。すげーね。やってましたね。やってましたね。初めて花江さんがかっこいいね。俺まだ見えとらん。ちょっと困ったっすね、それ。すごいよね。すげえ。ぜひ入れる。ちょっと反対側。どこで生殖してるのかがわからないけん、稚魚からしかできない。あ、冬は一生懸命おっちゃんたちが取り寄せますね。あ、稚魚をね、それで育てるんですよ。この辺では捕まってるんでよくなってね。そうなんだ。しますか。いや、大丈夫です。ちょっと見て。一回やったけど、もうくちゃくちゃにしてしまったけど。
やろうかな。やりましょう。もう一回チャレンジしてみていいですか。やりましょうか。食べる分かな。まだ今日。おお。分かりました。腹が手前。腹が、あ、じゃあ、あの背中が手前。手前で、本体です。骨でいけて、まあ適当でよかったですよね。うん、ですね。やばい、復活する。復活する、復活する。あ、止まってきた。めっちゃ元気。今めっちゃ元気良すぎて。うん、あ、そこ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 。うおー。ちょっと、ちょっと、先輩。先輩パワーが。先輩お願いします。やっぱ俺無理だ。変えましょうか。ちょっと、あんまり、あんまり。スピード勝負なら暴れる前に、うん、そうだね、すごいよね、暴れる前に、ね、時間かかったらやって暴れ出すから、そうなんです、全部してもらおう。ボン暴れたら一回止めて、おお、あの今のな、ね、隙間見たね、隙を見て、かっこいいよ、今のすごい、あとついに、はい、ドブ側の天然のこれあの骨のちょっと硬いですもんね、違うんだよ、もうこれもう本当硬いんですよ、触ったら、あ、もう触るだけで終わるだけで、やっぱね、ちょっとゴールドフィーが頭がでかいんです、ね、そして、あ、よし、よし、あー、でもやっぱ身のつき方が全然違うね、身が薄いもん、針はどこだろう、針はどこだろう、あたた、あた、ゴールドですね、すいません、天然の難しさがここで、違うんですね、おい、すいません、すいません、タイトルはプロにさばいてもらったらミスったでいいです貴重な一匹が貴重な一匹がまず本当色が本当違いますね。色が全然。いきますか。はい。から次は焼きですね。焼き。はい。一回そしたら素焼きでしょ。はい。先に素焼きして網で、はい、でそれから串打ちした方がほんとしやすいです。なるほど。スッと、はいはい、うん。ちょっとなんか邪道な焼き。邪道でもやりやすい方がいいですよ。ちょっと養殖いきます、はい、皮からいきます、すでにうまそうやもんな、一番つけたいですね、まだ動いてます、やっぱ天然が強い、で縮んできた、うわ、天然の縮みがすごいですね、すごいですね、本当だ、なんで筋肉が、筋肉、身の質がやっぱり硬いじゃん、うん、おい、うまそう、身の色もなんかちょっと違うん、違うんです、本当だね、天然がやっぱちょっと色がついてます、ね、うん、はい、白焼き完了、はい、ああ油がこんな流れ出てくるんですよ、うわ、ほんとや、おー、すごいね、うわ、そりゃ美味しいでしょ、すげーバーベキューもそうですけど、なんでこういう串打ちってなんかワクワクしてるじゃん、ね、やります、いや、大丈夫です、じゃあ、蒸します、あへ、はい、さよなら、はい、じゃあ3分、はい、3分、はい、まあ大丈夫でしょう、あ、はい、じゃあ、あと、焼きに入ります、はい、
白焼き状態、白焼きで蒸したところね、うん、また焼くんですね、うん、ちょっと表面を蒸したらふっくらになるけど、ふっくらになります。よし、やっ秘伝のタレ、タレを切って、うん、この後の匂いがね、うん、うまそう。はい、おお、天然、うん、色で判断するね、見た目わかんないですからね、今のところもタレの色やん、のり具合あ、のり具合で見てるんですね、のり具合、うん、新井さん、ちなみにあのなんかどこかに修行しに行ったりとか、あ、行きました、あの越料理が有名なとこです、なるほどですね、うわ、完成ですか、完成です、じゃあこれを切って、はい、ご試食で、わー、食べ比べ、わー、ありがとうございます、あ、金色の端、いい色、手前が、うわ、めちゃくちゃうまそう、奥が洋食、これが洋食、洋食で、これが天然でしょ、が天然、俺はいいとこ吸ってしまえるのがいい、じゃあ洋食さんを、全然大きさが違う、洋食さん全然違う、これでいいの、これだね、これだね、じゃあまずは洋食、そうね、普段お店で出るやつから食ってみよう、はい、いただきます、いただきます、うまっ、めちゃくちゃうまい、米欲しいね、米欲しいね、うなぎ定食、まあ、すいません、覚えろ覚えろ、焼いてる時から本当ね、油がすごかったもんね、うん、でも釣ったうなぎもさ、うん、うまくなるもんね、ですね、これが天然、うっす天然、いただきます、ちょっと笑いが出るぐらいうっす、うん、あ、うまいね、でも、いや、うまい、あの身がしっかりしてちょっとパサパサっと、パサパサ、油が、養殖がめっちゃあるって感じで、プリンプリンしてますよね、養殖の、プリンプリンしてる、全然違う、してない、天然は大人の味やね、いや、俺店でこれ出たらもう暗いかもしれない、おいしいけど、うなぎちゃんだって、おいしいけどパサパサ、魚って感じですね、シーバス、シーバスをかば焼きでしたような感じ、味は最高、味は美味しいよね、食感よね、なんか天然が多分うますぎてね、養殖がうますぎるっちゃ、うん、ちょっと、うん、美味しいは美味しいね、美味しい、美味しい、こっちがうますぎて、もう一個ちょっといただこうかな、自分の味が全然違う、油でするより断然やっぱうまいね、まあね、そうね、油でするよりは絶対うまいね、いや、うまっ、カチカチになる、ゴムみたいになったりするもんね、自分たちしたら、ふわふわにはなるね、やっぱプロが吸ったら、やっぱり虫とかがやっぱいるんですかね、いいんだろうね、虫のがしてが全然違った、俺ら焼いてからそのまま食うとかが多いけどね、やっぱ養殖がやばい、うまいうまい、こっちが好きな人もおるかもしれないね、まあ、おるかもしれないね、まあ結局はプロが作ったら両方美味しい、やっぱりお店のやつの方が美味しいという結果です、はい、でもこれはドブのドブ側にいたうなぎとは思えんよね、臭みとかは全くない、処理の仕方とかがお上手なので、はい、以上、はい、美味しかったです、せいろ蒸し、なんか普通に頼んでもいいですか、ちょっとさあ到着しました、はい、ローストビーフ丼、はい、これね、裏メニューらしいけど、うん、たった今話し合って、うん、釣り岡見たって言ったら、うん、昼限定で出すらしい、ただじゃないよ、本当やね、じゃあ食べてみよう、いただきます、いただきます、これはもうそのまま、ね、あ、いただきます、いただきます、いただきます、わさびが、うーん、うーん、もうこれうまいやばい、ネギがいいな、めちゃくちゃうまい、うん、あ、うまい、うまいね、うまい、うまい、うわぁ、大トロ、これね、ヘル来るかもしれない、ね、これ飲みました、ちょっと全然、またみんなで昼ご飯に来たりしていいね、うん、普段は、京都ビーフ御膳、御膳、あ、うん、なるほどな、そして、あれですね、こういう丼が、フラメ、フラメ、うーん、うまい、うまい、うまい、ということで、はい、天然養殖
ドブ川食べ比べしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。